妻木き帝徳つまき徳源那四年二月十三日は、戦国時代から江戸時代にかけての武将。源次郎、伝兵衛。伝入りと号する。意味名は貞行とも。改名、長寿院伝占安亀高古寺。美の国時軍無期城主、妻木氏の出自。妻木き広忠の子。母は、水野信元の命。性質は、信友信光の娘。子に よりただ、ゆきのり、じゅうけい、てらさはひろったかしつ。せいはげんじときし所有あけちしからの派生家のひとつであるつまきしので、ていとくはあけちみつひでのつま、ひろこのいとこにあたるという。もともとはみのさいとうしの家臣だったが、おだのぶながによるみの信仰にあたっておだ家臣に転じたものと思われる。おだやなかでは信長のぶながのうままわりをつとめた。 天正十年六月二日の本能寺の返事、特に変と同時に、軍事行動を起こすなど、明智軍に同調する姿勢は見せなかったが、山崎の戦いで、明智光秀とそれに味方した、妻木き広忠が死亡すると、広忠が無本人に組みした責任を取ってか隠居を表明し、十八歳の長男頼忠に家督を譲り、美野の向村に隠性した以後、頼忠の指針に干渉することもなくずっと、 陰性生活を送っていた。しかし、慶長5年に、関ヶ原の戦いを前にして頼忠が、徳川家康を支持したことで、豊臣氏を支持する美濃の勢力との小競り合いが起きた、時は、久しぶりに、表舞台に姿を現し、同年8月12日には、頼忠と共に出馬して、妻ま領から人質を取ろうとしていた、丸直重家臣、丸の軍勢をし、 人質を奪い返すとともに、たまる軍の大将二人の首を取る勝利を収めた。戦後、家康率いる東軍について戦った孔で、小頼忠は、慶長六年に改めて、時軍内七千五百国を所領として与えられた。元在四年二月十三日没、京年七十五、この頼忠に始まる七千五百国を領する、旗本向家は、頼忠のこの妻頼とついで、 大都市のこの妻木頼継が後を継いだが、後継ぎがおらず、万事元年に大継ぎが死去すると、妻木氏は三代で敗絶した。その後、大継ぎの弟の妻木幸弘が、無機神里五百国にて、妻木家を再興し、明治維新に至る。また、他には、帝徳の次男、妻木幸則が、旗本として、数佐国に領を与えられていた。三男重吉ははじめは、 松平忠義に八百国で仕えていたが、忠義が無償のために改役されると、美の加軍内に千国の旗本となった。十吉の子、妻木重直の第二は環状奉行や長崎奉行を歴任し、三千国まで数をされている。この後も十吉の家系は奈良奉行や浦賀奉行を歴任し、明治維新に至った。ありがとうございます。